ホテルインターコンチネンタル東京米は東京都港区海岸にある24階建ての高級ホテル。都などが出資する第3セクターであった竹芝地域開発が整備し、東京都ウォーターフロント再開発における第1号プロジェクトニューピア竹芝の一角に1995年9月1日に開業した。 セゾングループがインターコンチネンタルホテルズグループを買収した1980年代後半から開業が計画され運営は当初西有効会社だったホスピタリティネットワークが行っていたが2011年塚田グローバルホールディングが参加会社を通じホスピタリティネットワークの経営権を握り運営をはじめ順次ホテルの改装を進めた 高速インターネット通信完備のエグゼクティブフロア、クラブインターコンチネンタルフロアを含む全339室によく層とシャアブースが両方ついている。展望はベイビューとリバービューの2方角ある。9つのレストランバー、15の宴会場、ビジネスセンターなどを完備している。ありがとうございます。